いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい、ほら来いよ。何しに来た。あまり出歩くなと言ったはずだ。おいおい、恐竜ってのはリングネームだけにしとけよ。中華料理屋の長楽だ。2階の窓で見た。何をだ。俺が殺したはずの戸田がこの目で見た。どういうことだ、答えろ。てめえ誰に向かって口聞いてんだ、こら。戸田は死んだ。じゃあ俺が見たのは誰なんだ。いいか達也、無理もない。お前は幻を見たんだ。殺人を犯した苦悩、そしてここから逃げ出したいっていう願望が生み出した幻をな。あれは幻なんかじゃねえよ。では証拠は、戸田が生きてるって証拠あるのか。俺はこの目ではっきり見たんだよ。ふん、所詮はガキだな。いいか、人間には2種類しかいねえ。プレッシャーを糧に成長するやつと押しつぶされちまうやつ。お前はどっちだ。お前が次にやる相手だ。真壁隼人、沖縄出身。気が荒いので有名な沖縄の極道10人を仲良く病院送りにして東京に逃げてきたっていう。ストリートファイター、勝つためには手段を選ばねえ。狂犬だ。恐竜と狂犬の噛み合い、観客は盛り上がるぞ。賭け金も楽しみだ。てめえ、いいか、あと6つだ。10連勝しろ。そうすればくだらん幻も消える。楽になるぞ。あれは幻なんかじゃねえ。茎は嘘をついてるのか。だとしたら何のためだ。俺をここに縛りつけて戦わせるため。そのために俺に戸田を殺したと思い込ませてる。わからねえ。だがどっちにしろ、戸田がもし生きていれば俺は自由になれる。どういうことだ。ほんの数時間前まで開いてた店が、やはり戸田は。お前が右京達也ってガキか。あんたは。わしは仁岡幸三っちゅうもんや。兄ちゃん、ちょっと顔貸してや。なんだ。心配すんなや。俺は茎のこともよう知っとるで。
用があるんだ、早く言えよ。ドラゴンヒートで4連勝してえらい調子乗っとるそうやな。あ？それがどうした？お前らちょっと揉んでもらえや。ちょうどいい。この足でどこまでできるか試してやるぜ。気にやられて登場界の大門よう背負えるな。そやけど久喜のドアフォーの目も捨てたもんやないな。これでちょっとはうちの真壁との試合盛り上がるで。うちの？じゃあ真壁は？そうや、うちの若い衆や。あいつはちょっと歯止め効かんところあるからな。兄ちゃん死んでも恨みっこなしやで。関係ねえ、相手が誰でも負けるわけにはいかねえんだよ。10連勝するまではな。10連勝？何がおかしい？いや悪い悪い、勘弁や。兄ちゃんがいくら強うてもな、10連勝なんぞは絶対に無理。無理なんや。なんだと？お前何も知らんらしいな。久喜も罪なやつやで。まあ知りたきゃサイの河原にでも行って聞いてみることやな。まあ知らん方が兄ちゃんのためかもしれんけどな。絶対に無理？どういうことだ？
殺してやる。
ここはガキが来るところじゃねえぜ、右京達也君。どうして俺の名前を。カムロ東高中退、姉は最後クラブのホステス。君はカムロじゃ有名人だしな。この町の情報はほぼ全てここに集まってくる。マジか。じゃあクケ組の戸田は生きてるかどうか知ってんのか。100万。え、情報量100万だ。んだと。ガキはこれだからな。需要と供給って知ってるか。情報ってのはただじゃねえんだ。それに危険な情報ほど高くなる。じゃあこれ教えてくれ。ドラゴンヒート、あの地下格闘場はどういうシステムになってんだ。連勝するのは難しいって聞いた。なぜ連勝ができない。これはいくらだ。100万だなあ頼む。この通りだ。金ならいつか何とかするからよ。ふん、切羽詰まってるみてえだな。いいぜ、今日のところはつけで教えてやろう。え、本当か。ああ、ガキからいきなりむしり取ろうなんて思っちゃいねえ。それにあの右京達也が頭を下げる姿が見れたんだ。いいもの見せてもらったしな闇の親父だぜ。俺も自分の仕切りで地下格闘場を持ってる。え、あんたも。じゃああんたもドラゴンヒートの関係者なのか。いや関係ない。俺のは個人的な道楽。ドラゴンヒートとは別物だ。それに同じ地下格闘場でもドラゴンヒートは歴史も仕組みもかなり違う。あの格闘場の歴史は古い。50年以上前から存在している。そもそもの仕切り、つまり主催は登場会。そして30年くらい前まではあの地下格闘場はカムロ町の若者が純粋に己の力を試す場所だった。戦後間もないカムロ町ではあちこちでテントを張ってリングを作り、力自慢たちが腕を競い合ったそうだ。それがいつしか客を集めて賭けを行う興行に育った。物資のない時代では理にかなったエンターテインメントだったんだろう。開催当初リングでは極道崩れからセミプロのボクサーなどの格闘家も多くいた。みんな最強の座を狙ってな。熱狂するリングに触発されて果ては米軍兵士までリングに上がったこともあるそうだ。古き良き時代の風景ってやつだな。そしてこの頃だったら力さえあれば10連勝するやつがいてもおかしくなかった。ああ、ドラゴンヒートが生まれた頃の話は前に茎にもちらっと聞いた。で、10連勝したやつはマジでいねえのか。こいつはあくまで噂だがな。何でも乃木っていうボクサーが9連勝まで行ったことがあるらしい。だが5、6年ほど前からだ。地下格闘場は全く別のものになったんだ。別物？格闘ブームに乗って客が異常に増えた。そして賭け金が急に釣り上がったんだよ。そこに目をつけたのがあの辺りの島を取り仕切っていた久喜龍太郎だ。リングを大幅に改装して派手なマッチメイクを組み、賭け金と入場料で大儲け。ネットでベットできるシステムを導入してからは儲けは天井知らずだ。だがそんな時、なぜかある日から急に札の取り締まりが異様に厳しくなり、登場会全体のしのぎが減っていった。警察が。ああ、それもあまりにも正確に摘発され続けた。もちろん登場会は真っ先に疑った。何を。撮影の内通者の存在だ。そして内通者探しが始まった。だがそれが登場会をガタガタにし始めた。それぞれの組は疑心暗鬼になって互いの足を引っ張り合うことにもなり、それで組織は大騒ぎだ。だが内通者は見つからなかった。そんな状況を見てある男が動いた。他
他の忍びが次々に摘発されていく中で、クキ組はドラゴンヒートによって着実に売り上げを増やし、東条会の中でも群を抜いた一大勢力になった。他の組が恐れるほどの勢力にな。だがその様子にこの男がクレームをつけた。二岡組だ。二岡、さっきの。そいつらが東条会本部を突き上げてドラゴンヒートに共同経営をさせるように申し出た。その結果、格闘場の管理は茎組だが、戦う選手は直系各組のいずれかに所属させ、その選手が勝ってばその掛け金に応じた儲けが所属している組に入金されるというシステムが出来上がったんだ。これは東条会の秩序を保つ役割も負っている。つまり組自体が格闘技団体みたいなもんで。そう、察しがいいな。そしてお前は茎組所属の選手ってわけだ。なるほど。でここからが肝心だ。そもそも特定の組に売り上げが偏ることを許さないためにこの秩序を保つシステムができた。だが特定の選手が延々と勝ち続ければ結局どこかの組にのみ金が流れ続ける。それは先ほど言った東条会の秩序が壊れることにつながる。つまりだ、4連勝した達也君にはすでに大きな掛け金が乗っかってきている。そこでさらに勝たれると茎組にばかり上がりが乗る。それだとまた秩序が壊れる。だから君には嫌でも強敵が当てられることになる。それが真壁隼人ってわけだ。あんたそこまで知ってんのか。真壁は二岡組の射程になっている。つまり右京 VS 真壁は茎組と二岡組の代理戦争でもあるってわけだ。もし今回勝っても次はさらに強敵が当てられる。それも君の命を奪わんがごとくの強敵を当ててくる。そういう仕組みさ。でなぜ10連勝にこだわる、右京達也。それはそうだ、情報はただで喋っちゃダメだ。学習したな。まあ老婆心ながら言うけども、あそこで10連勝にこだわるのは命取りだぜ。気になってんじゃねえぞ。さら関係ねえ。待たせたな。
なぜ天馬が仁岡組のやつと。てめえ、その話マジだろうな。ちゃんとこの目で見たんすよ。絶対間違いないっすよ。あいつ足を痛めてんだ。もしもし。もしもし。
達也君。うん。やはり天馬、あいつ俺を利用して。達也君、達也君、達也。本当はドクターストップ出したいところだけど、戦うの？ああ。今回は欠場したら？欠場したら連勝記録は？まあそれはそこでストップだけど。ダメだ。わかったわよ。じゃあこっちの足も出して。両足にサポーター巻いとけば怪我はバレないわ。いや、バレてるんだ。クキの同胞には負けられへんのやぞ。仁岡組のメンツがかかっとるんや。組者、大丈夫っすや。絶対に勝てますや。こっちはいい情報ゲット済みだし。いいか、達也、負ければお前は終わりなんだぞ。10連勝だ、忘れるな。いいか、俺はてめえの道具じゃねえんだ。いつか必ず落とし前つけてやる。だがその前に、汚え手使って勝とうとする連中は絶対にぶっ殺してやる。汚い手。正真正銘のドッグファイトをお楽しみいただこう。オン・ザ・テイ！琉球を制覇したストリートファイター、マッドドッグ、マカベ・ハイアント。オン・ザ・ヘイ！我がカムロ町が生んだ目下4連勝中のマッドドラゴン、タッツ・イエー。足の調子でも悪いのか。うっせえ豚野郎、てめえの居場所はリングじゃねえ、養豚所だ。いつまで吠えてられるかな。その後はてめえだ、天馬。さあ、狂犬 VS 恐竜。ルールは無用、予測は不能。アルティメイトストリートファイターの称号をかけた戦い、カモンベイビマカベの戦い方は変則的よ。卑怯な技も多いから気をつけて。ぶっ殺してやるよ。卑怯よ、そこよ。Yeah!
Come on!
Oh, yeah.
速技で来るわよ。なぜ逆の足を？まさか天魔が。天魔はどこだ？天魔？リングサイドにいた白い服の男だ。ああ、その人ならさっき仁岡組の人たちと一緒に上に出て行ったわよ。
達也、見せてみろ。この野郎、ガセネタつかませやがって。日本国民なめてんじゃねえぞ。てめえら何しやがる。ちょうどいい、お前もぶっ殺してやれ。しっかりしろ達也。やっぱおめえ強えな。あんな化け物のしちまうんだからな。天馬、お前なぜ嘘を教えた。ちょっと後悔だな。俺が余計なことする必要もなかったみたいだからな。達也はやっぱマジ強えや。どうして。言ったろ、あの闇金を襲ってからお前と連絡取れねえし、竹中っていうデカもしつこくお前追ってるしよ。なんかやばいことになってるんじゃないかって調べたらやっぱりだ。ダチが変な豚に殺されそうになってんのに放っておけねえだろ。だからちょっとハンデをやったのさ。二岡組のやつら頭悪いな。イチコロで騙されやがった。バカ野郎、なんで俺なんか命かけてんだよ。俺はおめえが俺を売ったんだと思ってて。俺は仲間は死んでも売らねえよなあ達也。金、女、力、
他の奴らはそれ目当てでお前に近づいたのかもしれねえけどな。いいからもう喋るな。俺はただお前と一緒にいるのが楽しかったんだよ天魔。それが仲間ってもんだろうな。おいおい天魔、おいしっかりしろ。おい天魔、おい助けろおっさん、こいつを助けてやってくれ。肋骨にひび、あとは亀裂骨折が何か所か。だが内臓までは行っていないし、頭はしっかりガードしていたみたいだな。検査する必要はあるが全く別状はない。適切に対処すれば割と早く治るだろう。間違いねえな。嘘ついたぶっ殺すぞ。パーカーやめなさい。ボスが大丈夫だって言ってんだから大丈夫なの。でもよかったね。あ？一人で生きてきたとか言っといて、いるじゃん仲間。うん。なあ達也、このガキの方がお前よりよっぽど強えぞ。なんでだよ。お前はちゃんと人を信じてるか。人を信じることができなければ自分を信じることはできない。このガキにとってお前はずっと仲間だったんだ。つまりずっとお前を信じていた。お前はそうは思わなかったのかもしれないがな。気づかなかったんだ。まったく、一人で生きてきたなんてうぬぼれんな。うぬぼれなんかじゃねえ。それは俺が今まで生きていくために支えにしてきた俺の大事な気持ちで。くだらん、なんとも寂しい支えだ。一人で生きてきたなんて、所詮それは人を疑って生きる生き方だ。その考え方は周りを見えなくさせるぞ。その通りだ。俺はずっと一人で生きてきた、そう思っていた。そしてそれは俺を支える正しい考えだと思っていた。でもそれは単に周りのもの全てを疑っていただけだ。実際見えなくなってたんだ。一番俺のことを思ってくれている存在さえも。天魔ごめん。ふざけるな。あんたを生かすも殺すも俺の腹積もり一つだってことを忘れるな。この前もあるガキにひどい目にあった。もうグズグズしてるな。ごめんだ。金を手に入れて高飛びして。いいか、あの15年前の事件が明るみに出ればあんたは終わりだ。とにかく3億円用意しろ。こっちにはデータがあるんだ。データがな。何度も言わせるな。よ、早く掃除なんか終わらせろよ。久しぶりにキャバクラ行くぞ。おいおい、一応さ、俺この店の跡取りだからよ。この怪我もテニスで転んだことになってんの。今夜もテニス仲間とお食事会ってことで店抜けるんだからさ。細かいこと気にすんなって。天魔、この前はありがとな。今日はお前に礼がしてんだよ。ダチが変な豚に殺されそうになってんのに放っておけねえだろ。だからちょっとハンデをやったのさ。二岡組のやつら頭悪いな。イチコロで騙されやがった。バカ野郎、なんで俺なんか命かけてんだよ。俺はおめえが俺を売ったんだと思ってて俺は仲間は死んでも売らねえよ。変わったな、達也。ありがとうなんていつから言えるようになったんだよ。バカ、それくらい普通に言ってたぜ。いや、
生まれて初めて聞いたんじゃねえかな。お、竹中のおっさん。おい、待ってくれよ達也。右京、右京、右京。どうしたんだ？一体何があったんだよ。話してくれよ。マジでヤバいんだ。水臭いじゃねえか。
言ってくれよ。まだ信用してくれてねえのか。そんなわけじゃなくて、その実はな、あのあとお前たちと別れて俺一人で中国人のやってる闇金融会社に襲撃かけたんだ。で、闇金事務所をやっていた東城会の戸田ってヤクザを殺しちまったみてえでさ、それを東城会幹部の久喜ってヤクザに見られちまったみてえで、そのまま久喜組のやつらに拉致られちまった。それで久喜組のやつらに拉致られて、そしてドラゴンヒートっていうカムロ町の地下闘技場で戦う羽目になっちまった。それだけじゃねえ、そのドラゴンヒートで俺が10連勝したら戸田殺しのことはなかったことにするって言われたんだ。でももし負ければ俺は警察に売られるかヤクザに殺されちまう。警察も俺のことを追ってる。少年課の竹中が俺のことを嗅ぎ回ってやがる。しかも俺はこの前殺したはずの戸田の姿を見たんだ。戸田が死んだってのも嘘かもしれねえ。もう訳が分からねえんだ。誰も信用できねえ。それで追い詰められてて、天馬、お前のことも疑っちまってたんだ。でもとにかくここで警察に捕まるわけにはいかねえ。ドラゴンヒートで10連勝するか、戸田が生きてることを証明するまではな。マジかよ。それで竹中から逃げてんのか。ああ、さっきも竹中はお前の店まで俺をつけてたんだ、きっと。だからあそこにいたんだよ。待てよ、戸田、達也がやっちまったって男の名前戸田って言うんだろ。ああ、それがどうした。戸田、あ、竹中が言ってたやつだ。あ、何を言ってた。いや、大したことじゃないんだけど、お前の居場所を聞かれた時、その戸田って男のことも聞かれたんだ。え、じゃあ俺だけじゃなくて竹中は戸田のことも探してたのか。そうなのかもな。で、今何連勝なんだ。え、ああ、5だ。あと5つもある。いつもギリギリの勝負だ。何言ってんだ、達也らしくねえぞ。俺が知ってる達也は無敵だぜ。昨夜未明、埼玉県の秩父山中で男性の遺体が発見されました。携帯していた遺留品から、この男性は東京カムロ町で飲食店を経営する戸田直樹さん40歳とみられます。頭部に致命傷と思われる打撲痕が見られることから、警察は殺人と断定し捜査をしております。殺害された場所や時間はまだ判明しておりませんが、警察は被害者の立ち寄り先などを捜査するとともに犯人の特定を急いでいます。達也。はあ、おい、あっ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。おい、文句あんのか、これか。